マイクロソフトエクスプレッションスタジオは、マイクロソフトのグラフィックウェブデザイン用ソフトウェアの統合パッケージである。ザムルへの対応が特徴。WPF、またその技術に基づくシルバーリットを利用した GUI のリッチなクライアントアプリケーション、リッチインターネットアプリケーションを制作することに特化されたオーサリングソフトウェアスイート。 ウェブオーサリンググラフィックツールのデファクトスタンダードである、アドビのアドビイラストレーターやアドビドリムウィーバー、アドビフラッシュなどと競合する製品である。アップグレード版の購入は、旧バージョンの購入者だけでなく、競合製品の所有者でも購入できる。その他、ドリムズパークプログラムにおいても配布されている。2012年12月、マイクロソフトは、各製品に対する今後の方針を発表した。 すでにブレンドについては、エクスプレッションというブランドを外し、ブレンド4ビジュアルスタジオ2012として、ビジュアルスタジオ2012に同梱されていたが、その他の製品について、今後は新バージョンの開発を行わないことと、現行バージョンの無償提供が発表された。スイート製品には、以下のものが含まれる。スイート製品、単体製品の項には、 ボリュームライセンスで提供されるものを含まない。ありがとうございます。